田優馬タセサブス。そうですね、目立ちたかったですね。引きこもりだったの。引きこもりだったんですけど、なぜそう思ったの。つか誰かがこう楽しいところにいると楽しい気がしてたんですよ、僕基本的には内向き側の性格なんですけど、なんか例えばこう一個なんかみんな火種があるとそれで盛り上がるじゃないですか、言い方良くないんですけど、なんか一個こうパーティーのポジティブなものがあればね、そうなんです、パーティーの種が一個あるとみんなそれで盛り上がれるじゃないですか、そのパーティーの種を導入だけなんかやって、なんか僕が最初舞台とかで掃除の時間とかにふざけ始めるとなんかちょっと面白くなるじゃないですか、その誰かがふざけると、でそのふざけた気持ちをそのうち僕はいないけどみんながこう楽しくなっていったりするのを傍から見て楽しいなっていう風に見てる子供だったし、僕はなんか楽しい人を見るのがすごい好きだったから、鳩に餌こうやってやってわーって言ってんなーってこうやって出てきてた、そういう感じだったんです、なんか当時は。なんかそれも多分なんか、あ俺はなんか違うからみたいな多分気持ちがあったんですよ、なんかちょっとね、僕は結構割と中二病が多分あったんですよね、当時でいう、最近は。今はないの。今はどうなんでしょう、最近は手から火が出せるとか思わなくなったんで、もう散々やってもうなんか出ないこと気づいた、ただ仕事始めた時はセリフ読んでる時に火出てこねえかなって思ってましたね、ちょっとだけ、でもそれは半年ぐらいでなくなりましたけど、もうなんか割とかかったね俺は出せる人かもしれないって思いながらやってたんですけど、あ無理だなって思いました、そんなことがありました。でもそうやってなんか目立ちたいなーっていう欲でなんかいろいろ生徒会長とかやってましたし、そうなんだ。選挙はあったの。選挙はその当時はなかったですね、確か。生徒会長でそんなスッとなれるの。まあ中学生だったんでその時は9時いやいなかった、やりたい人がいなかったです。全校一人。全校その時は一人だったと思います。いやいや他にもいたよ絶対。だって内申書とかに影響あるわけでしょ。あでも内田君には勝てないってこう何かがあったのかな。何やら映画見の内田が立候補するらしいぞ。マジかよ。俺もやめるわ。マーヤの弟だろ。マーヤの弟だろ。マーヤの弟だろ。いやでもマーヤの弟とはその時から言われていた。やめろ。やめる。くだらないと知ってるのに傷つくと分かってるのにこの感情エラー。